こんにちは、みきです。いやー、本当久しぶりのラジオですね前回のラジオ動画を上げたのがだいたい4ヶ月前だったので、ちょうど1シーズン空いてしまってるんですよねもう本当になかなか更新できてなくてすみません。本当に申し訳ありません。でもまあまあ、私の YouTube 活動における一つの目標として、あるのが、続けることっていうのがあるので、なかなかたくさんの頻度での更新は難しいかもしれないんですけど、とにかく続けていけることっていうのを第一に考えて行動していけるといいなって思ってます。こんな私の拙いラジオですけど、どうぞ楽しんでもらえるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。ではでは、まずそうですね、私の新しい職場、介護施設で働き始めてもう早4ヶ月が経ったので、私の今の心境だったりとか生活だったり少しばかりおしゃべりしようかなと思うんですけど、まずですね、私職場の人間関係がダントツで一番心配していたんです。なんですけど、本当に本当にありがたいことに職場の皆さんみんないい人で、本当にいい人なんですよ。そうで、私が失敗をしてもその都度親切に丁寧に優しく教えてくださいますし、利用者さんの方でね、中には関わり方とかコミュニケーションの測り方がすごい難しい方とかもいらっしゃるんですよ。なんですけど、そういう利用者さんの介助に入った時とかは、さっきはどうやった、うまいことできたとか、私のことを気にかけてくださって、でそういう一つ一つの言葉かけが、何もかも慣れてない私には本当に本当にね、すごく心に染み渡るんですよね。だから今回の就職だけではなく、今までも私すっごい人に恵まれてきた人生だったので、そのことに感謝して、いつか可愛い可愛い後輩ちゃんができた時には、私がそれまで周りの人からしてもらったのと同じように、私もその後輩ちゃんにたくさん言葉をかけてあげたいなって思うし、気持ちが落ちてる時とかはなんとかね、救い上げてもあげたいなっても思うし、いい意味で頼られる先輩でありたいなって思いますね。なんか言葉かけとか声かけってすごく大事なんだなって気づかされたことですね。はいうまく言えなくてすみません。はい、言葉ってすごい大事だなって思います。はい、はい、そんな感じで、まずは職場の環境はね、安心して働けるいい職場で働くことができています。で、病気のチック症のことも職員の皆さんすごい理解を示してくださってて、いい意味で症状が出ている私の姿を目にしてもそっとしといてくださいますね。はい、やっぱり症状が出てることに関して周りの方からなんかこういろいろ話されたりとか触れられたりするっていうのが私にとってはちょっと苦痛なのでそっとしといてもらえるっていうのはとってもリラックスできてありがたいですね本当に。うん、で、そう、これちょっとした小話なんですけど、私初出勤の日ね、もうめちゃくちゃ緊張してたんですよ。で、前に私が以前働いてた有料老人ホームでは必ず毎朝のミーティングがあったんですよ。で、そこでは利用者さんの様子の申し送りをしたりだとか、スタッフ間のその意見交換をする場でもあったりとか、あと上司から私たちへの連絡事項があったりっていう感じでミーティングがあったんですよね。なので私はてっきりね、今回の新しい職場でも必ずミーティングがあるもんやと思い込んでしまってて、初日だから絶対私自己紹介とかしないといけない場面が来るだろうなって思ったので、初めての出勤の日の朝
10分ぐらいかな、自己紹介のね練習をしてたんですよ。そう、私は畜生っていう持病があるので、結構ね初め初っ端が肝心なんですよ。分かってくださる方 いらっしゃるかな。うん、そう、初めが結構肝心で、何も知らんかったら私がいきなり畜生の症状が出てるところを目の当たりにすると、大概すごいびっくりされるので、いつも初対面の時には自己紹介の時に合わせて、自分は実はすいません畜生があって、こんな感じで症状が出ちゃうことがあるから、気にしないで普通に接してもらえるとすごく嬉しいですみたいな感じで話すんですよね。だから今回の初出勤の時も、持病のことは少しは話しておかないとって思ってたし、それを職場の皆さんにすんなりとこう気持ち的に受け入れてもらえるのかなっていう不安もあって、もう何回も何回も自己紹介の言葉を考えて、で紙に書き出して、で声に出して話してっていう練習をしてたんですよ。そう、もう家を出る直前までずっと声に出してて、いや喋ってて一人でね。でいざ職場に行ってみたら、なんか一向にミーティングが始まる気配がないわけですよ。あれ？と思って、でとうとう我慢できなくなって上司に聞いてみたら、なんとここではミーティングというものはないんやっていうことが判明しまして、それまでの私の努力はあけなく潰れてしまったっていうオチなんですけど、まあね、その代わり一人一人の職員の方にはよろしくお願いしますっていうのと合わせて、実は持病で畜生があるのでっていう言葉も添えてのご挨拶はできたので、まあまあ良かったのかなとは思ってるんですけど、はい。まあまあそんな感じでね、充実した仕事生活を送っております。はい。そして私の私生活の部分なんですけど、まあ毎日毎日ヘトヘトでですね、やっぱり週5日の仕事の日は必死に食らいついて、まあ、失敗もしながらなんとか頑張ってるっていう感じなので、正直めっちゃ疲れてることが多くって、なので休みの日はもうただただ全力で休んでるっていう感じなんですよ。まあ具体的に言うと、はい、ずっと寝てます。はい。自炊もほぼできてないし、ぐうたらしてばっかりだし、本当に何にも大したことできてなくて、我ながら人間はここまで堕落した過ごし方もできるもんなのかって思うぐらい本当にぐうたらしてます。ね、なので最近の私の割と大きな悩みの一つとしてあるのが、どうしたら私は活発に動けるようになるのかっていうことで悩んでますね。はい。まあね、その誰しも環境が変わったら何ヶ月間かはそうなっちゃうもんじゃないかなと思うんですけど、なんか私なかなかのぐうたら野郎だなって思って、自分でなんかみんな大体どうなんですかね、 2,3 ヶ月ぐらいで環境の変化に適応できていくもんなんですかね。なんか多分私は何もかもペースがのんびり屋さんペースなので、環境の変化に適応できていくのもすっごいゆっくりなんですよ。まあそれがまあいいのか悪いのか、わかんないんですけど、まあね、私なりにできることは精一杯やっていきたいなっていう気持ちはあるので、日々現場で奮闘しながら職場の皆さんと一緒に過ごしていけたらいいなって思ってます。はい。さて、ここで視聴者さんからラジオへのお便りをいただいたので、ここでご紹介したいと思います。ラジオネームすずらんさんよりいただきました。お便りありがとうございます。すずらんさん、はじめまして。
スズランと言います。ミキさんの声、話し方が私はとても大好きで落ち着きます。ありがとうございます。私は実は両親に捨てられ、一人で今まで誰も信じずに生きてきました。そんな時にミキさんの YouTube やラジオ配信を聞き、私自身とても穏やかな気持ちになれました。こんなこと初めてで、自分でも不思議なんです。ミキさんの声や話し方に素直になれる自分がいること、ましてや住んでいるところも同じと YouTube で知りました。そんなこんなでミキさんの動画がアップされた時には必ず見ています。ミキさんありがとう、ということで、はい、スズランさん本当にお便り送ってくださってありがとうございますね。スズランさん本当にすごい今まで辛いこともたくさんあったんだろうなって思うんですけど、もしかしたらね、その辛いこと、辛いって感じることさえも感じないようにされていたのかもしれないなって思ったりとかするんですけど、なんかそういったスズランさんが経験されてきた数々のことは、私なんかではおそらくとてもとてもね、想像しきることはできないんだろうなって思うんですけど、でもそんな中でもこうやって何かのご縁があって私のことを知ってくださって、でそしてこんなね、私なんかの姿を動画で見て、ラジオで聞いて、心穏やかな気持ちになってもらえて、こちらの方こそ本当にありがとうございます。スズランさんありがとう。なんかスズランさんもね、私もそうなんですけど、これからも生きてたら嬉しいことも辛いことも本当にいろんなことがやってくるんだろうなって思うんですけど、なんか、いつでも笑顔を忘れずに一緒に頑張ろうとか常に前を向いて進んでいきましょうねとか、そんなことは私は言わないです言わない。そう、前向きでいることも笑っていることも、もちろん人としてね、素晴らしいことだとは思うんですけど、私たちってそれ以前にまず、心とか感情を持った人間なので、常に前向きでいるなんてできっこないと思うし、心から笑えない時だってあるんじゃないかなって思うんですよ。少なくとも私は全然あります、はい、だからそういう自分自身の心とか気持ちの所在地をまっすぐに受け、そのまま受け止めてあげて、で辛くて苦しい時はその辛くて苦しいままに、無理に前に進まずに一旦停止でもいいんじゃないかなと私は思ってます。私なんて多分毎日ちょこちょこ一旦停止してるかもしれないのではい、そんな感じで私はいてるので、ね、スズランさん本当にありがとうございます。私本当思うんですけど、ラジオを始めて本当に良かったって思いますなんか動画は動画の良さがもちろんあるんですけど、でも動画やとなんかこういう私自身が考えてる頭の中のこととかを時間の限られた動画の中にうまく盛り込ん でしかも視聴者さんに最後まで飽きられへんようにいろいろ工夫凝らして作ってっていうのがなかなか難しいんですよね。でもラジオやったらそのまま私なりの選んだ言葉に気持ちを乗せてお話ができて、で皆さんに伝えるっていうことができるから、ラジオの魅力に気づかされてきております私、はい、なのでこれからもラジオの方も続けていけたらなって思っております、はい、さてここまでお送りしてきましたが、そろそろエンディングの時間になってきました。どうですかねまだまだラジオに私自身慣れきってないので、
本当に拙いラジオになってしまってるんですけど、すみません、あの私なりにね、あの頑張って私らしいラジオを作っていこうと思っているので、どうか温かい耳で聞いていていただけるとすごく嬉しいです。はい、あとお便りも募集しているので、あの概要欄とあと固定コメントの方にもお便りを送れるリンクを貼っておりますので、もしも気が向いたりしたらお便りもお待ちしております。よろしくお願いします。ね、このラジオを収録してる日がちょうど台風14号が過ぎ去っていって、また次15号が近づいているっていう最中の時なのでね、すごく眠くなったりとか、あと気持ち的に落ち込みがちになってしまったりしてるところなんですけど、私自身がなんですけど、まあそんな時もあるよなっていう風に自分に優しく言おうと思って、ゆったり過ごそうと思ってます。あの皆さんもあのなんだか最近になって急に肌寒くなって、季節の変わり目なので体調にはお気をつけて過ごされてください。それでは最後まで私のラジオを聞いてくださって本当にありがとうございました。ではでは、また次のラジオでお会いしましょう。またね、バイバーイ。